ミスター京都アッキーのうまいもん TV 始まります。はい、市場を見やすはまだまだ行くよ。今からどっか知らんけど行ってきます。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー。ここ行きます。つぼみさんです。鉄板焼き屋さん、たこ焼きとか美味しいんですよ。豆腐とじゃがいも。じゃあ、あの特大だこと、おでん、おでんお任せで4個ぐらい。お任せで4個。うん、はい。あげて、もう一回パックをし直して、で、あの暗号の、その、久しぶりにうまいこと言ってたわ、どうするか言って。誰が言ったわからへん。公衆便所が思いました。年間2000万儲かるってずっと言われました。だから1日目は丸まま出したら楽です。2日目で初めて包丁入りました。めちゃくちゃ美味しいわこのね。だから作りやがいのは美味しい。ネタ美味しいわ。母ちゃんの味や、懐かしい味や。ギリコザキさん、おばあちゃん、いや、お母ちゃん、美味しい。よく飲んでるなって味がちょっと田舎の味や。ほんまに美味しい。京都ではこんな濃い味ないわ。京都は薄い、どっちか言ったら。美味しい。そうそう。ほんまに美味しい。置いたのイリコだけ。それで取ってんの。へえ。ほんであとはもうちくわの出汁とかそんなやな。やりますよ。今回にあの。フォークとライブ。あの詰めたらあのイサリビをこう炊いてもらって、ああお父ちゃんおかえり。もう死んでますよ。ウェルカムで。なんかあの。それが痛くする。温度温度の焼きたてです。ちょっとしたものがあって、風呂沸かします。風呂沸かしますけど、開けろ。シャワーね、バーッと出して、しばらくしてるから、ね、蒸気をね、バーッと回す。また年寄りして、冷めるからもったいない。こんなに。そんなまた今回、タコのタコに食べたの初めてです。もったいないからやっちゃうまいです。それで熱中症ならね。タコを身の上に置かない。だから大きいまま食べるんですよ。めっちゃうまいです。最高です。ごちそうさまでした。あの初めてつぼみさんっていうあのたこ焼きのお店行ってきたんですけど、むちゃくちゃタコがでかくて
びっくりしました。あんだけでかいタコのタコ焼きを食べたの初めてです。で、マヨネーズをかけたら、辛ソースとむちゃくちゃ絡んでトロトロになってむちゃくちゃうまいんですよ。びっくりしました。ここはもっと早く来ておけばよかったなと思います。また伺います。ごちそうさまでした。それとここはせんべろできます。はい、よろしくお願いします。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。見てくれてあ